今回はですね、我々の機械採取力メーカー様大熊様と、それにあと我々周辺機器メーカーさん、あと刃物メーカーさんを集めまして、それら全体をアピールする機会となっております。ヤマゼンの総合力を皆様に見ていただこうと、そういうイベントと捉えております。よろしくお願いします。今回のヤマゼン大熊のワークショップでは、従来は機械だけの展示をしておりましたので、なかなかお客さんの方でどのように機械を使いこなせばいいのか、 100% の機械を使いこなすということができなかったので、今回のセミナーで工具、周辺機器、その他メーカーさんの協賛いただいて、お客さんの工場で生産性を上げるためのそういうソリューションとなるような提案、こちらの方をご準備しています。今回の機構部の見どころの説明ですが、ヤマゼン大熊ワークショップ10社のメーカーさんに協賛してもらっております。特に刃物メーカーさんによる大熊さんの銃切削機械に対するデモンストレーション実演加工は見応えバッチしてございます。ぜひこの加工の問い合わせは我々機構部の方にお問い合わせください。今回展示している MU400 という5軸の機械に関しては、昨今そのタイの製造業でも人件費の高騰が懸念されておりますので、そういったもので、一度の段取りで全ての加工が終わるということで、人件費を削減できるということを目的にされている機械です。音を削っている音を聞いていただきながらですね、もう少し能力を最大限に生かした扱い方をしてもらえるような展示ができればというふうに思っております。こんにちは、大熊テクノタイランドの佃と申します。この度は4年ぶりに、ヤマゼンタイランド様と弊社大熊タイランドで合同セミナーを実現することができました。商社、メーカーが共同になって最新のトレンドおよび最新の技術というものを PR していきたいと思っております。そして次のタイの製造業界をどんどん改善していきたいと思います。สำหรับงานยามาเซ็นโอคุมะเวิร์กช็อปในปีนี้เราจัดขึ้นเป็นอีกอีเวนต์หนึ่งที่ยามาเซ็นร่วมกับเมเกอร์ต่างๆโอคุมะแล้วซัพพลายเออร์ทางด้านคัตติ้งทูลต่างๆจัดขึ้นเพื่อแสดงสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องจักรใหม่ๆรวมทั้งเรายังได้จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้อบรมลูกค้าทุกๆท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท่านจะได้ความรู้และศึกษาสิ่งต่างๆกลับไปพัฒนาในองค์กรของท่านแล้วพบกับอีเวนต์ดีๆจากยามาเซ็นได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ